す。上田のフリーダムの上田です。ということで今日は3月24日フリーダム×ラクスタのイベントでございます。ということで今日はねフリーダム私がやってるセッションイベントと、ラクスタ僕がいつも動画とかで撮影しているラクスタというスタジオとコラボいたしまして今日はスタジオ貸し切りでライブしていきたいと思います。なので今ねまだその会場準備とかやってる段階ですので皆さんちょっと見ていただきましょう。では行こう。いました、ラクスタの店長ゆうさんです。今日はゆうさんの誕生日イベントということもありましておめでとうございます。ありがとうございます。とんでもないです。とんでもないです。とんでもないです。だから今日はね見ていただいたら分かるんですけどここスタジオのねロビーとかも貸し切ってスタジオ内も全部貸し切ってもうパーティーだね、はい、フェスティバルというかフリーダムフェスティバルやっていきます。はい、でこちら見てください。これはすごいよ。見たことないでしょ。お酒お酒。そしてこちらラクスタ×フリーダム×ラクスタのメニュー、なんとこちらこちらのバラマク見ていただいたら分かるんですけど庄屋さんが今回は協賛ということでフードと飲み物を出していただくことになりました。なので今日はビールサーバーがあったりとかまあねウイスキーがあったりとかなんかいろんなものを揃えてくれてメニュー見てメニュー見て見てこれ作ってくれたの。そうありがてえ庄屋さんのオーナーが作ってくれたメニューでこっち食べ物ももう一押しのねジャンキーなフードたちを用意してくれました。でここにねもつ煮込みが用意されたりとかめちゃくちゃいい感じになっております。ということでまあ先日発表しました僕の今着てますフリーダム T シャツ、オリジナル T シャツですを今日は先行販売ということで手売りで販売してまあこれが多分上がる頃に通販もやってると思いますので皆さんよかったらページをチェックしていただいてグッズどしどし買ってやってください。さあ次は中に行きましょう。もうここからはもうここからはもうメインステージですね。こっちがステージになります。どうですかこれがメインステージ。バンドしたりセッションしたりっていうのでさっきねうちのバンドの、アースクエアの今動画撮ってくれてる中丸ボーカルの丸とギターのカヤがねイエ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 イ一緒に作ってくれました。ここがね前回ラクスタ、まあ、今動画出してると思うんですけどラクスタでやったライブの時はもうここがパンパンになってもうすごい熱気でね盛り上がっていたのでまた同じような感じにしました。いい感じ、なんか本当にスタジオライブっていう感じがします。はい、ということでフリーダム×ラクスタフリーダムフェスティバル皆さんどうぞご覧ください。オーダーって言ったら最初から一杯は無料だからいいね。あゆーさんどうですか、オープンしました。最高です。イエーイ、楽しみましょう。オールナイト、オールナイト、オールナイト、イエス。はい、乾杯しましょう。はい、せーの、イエーイ。
近くになんかライブハウスある？なんで撮ってんだよ。 YouTube 大丈夫？え YouTube 大丈夫？大丈夫よ。そのでかい俺ないから。これだけ、これだけ隠しておけ。笑えるよ。という感じで見ていただきました。まあ多分僕今始まってもいないしまだセッティング段階なのでどういうイベントになってるかわかんないと思うんですけど、多分めっちゃ楽しそうな映像が見れたと思います。定期的にフリーダムフェスティバル開催しておりますので、皆さん僕のツイッターとかインスタグラムの方からチェックしていただいて、ぜひぜひ皆さん一緒に遊びましょう。よろしくお願いします。上田のフリーダムでした。